いっちゃんメディコです。今回から膵臓がんについてお伝えします。膵臓がんは発見された時には治療が難しいケースが多いと言われています。膵臓がんの現状について富山大学附属病院消化器腫瘍総合外科の藤井勉教授に聞きました。膵臓がんは年々増加しておりまして、第5位だった死因も第4位になりました。肺がん、胃がん、大腸がんに次いで膵臓がんは第4位の死因になっています。膵臓は長さ20センチほどの臓器です。胃の後ろにあって見えにくいため通常の超音波検査でも発見が難しいのが特徴です。膵臓がんは発見が難しい上に進行が早く、発見された時には治療が難しいケースが多いと言われています。膵臓がんは発見された時に、切除ができる状態であるというのが大体1割から2割程度で、8割9割の方はすでに、周囲の血管に浸潤していたり、他の臓器へ転移していることがある、つまり、進行がんであるということになります。膵臓がんと診断される人は年間およそ4万2000人で、およそ3万7000人が亡くなっています。人口10万人あたりで見ると罹患率は 33.50、 死亡率は 29.4 人となっています。そして手術した5年後の生存率は 8.5% と、とても低いのが現状です。がんは早期発見と早期治療が何よりも大事です。膵臓がん、気がつくきっかけはあるんでしょうか。多くの方は腹痛、お腹が痛くなること、それから背部痛、背中が痛くなることで見つかる方が多いです。あとは黄疸といって体が黄色くなること、皮膚が黄色くなることで見つかる方もいますし、糖尿病が急に出てきた方、糖尿病が急に悪化した方というのは膵臓の検査、膵臓がんがあるんじゃないかということで検査をした方がいいです。膵臓がんに気がつくきっかけとしては、腹痛、食欲不振、お腹が張る感じがする、背中の痛みがあります。薬をもらってもなかなか良くならないときは注意が必要です。このほか体が黄色くなる黄疸や急な糖尿病の発症や悪化があったときは、なるべく早く専門的な検査を受けることが大事です。また最近の研究で膵臓がんには遺伝が関係していることが分かってきました。最近の研究では膵臓がんも遺伝に関係するというふうに言われておりますので、近い身内の方で膵臓がん、それから乳がんの方がいる場合は、ご自身も膵臓がんになる確率が少し高いと思っていただいて、早めの健康診断をお願いしたいと思います。近い親族に膵臓がんになった人がいる場合は、膵臓がんになりやすい可能性が高いことが分かってきています。身内に膵臓がんの方がいらっしゃる方は通常の方と比べて 4.5 倍、それから膵臓がんが2人いらっしゃる方は 6.4 倍、膵臓がんのお身内が3人いる方は32倍、通常の方と比べて膵臓がんになりやすいと言われています。がんは早期発見と早期治療が何よりも大事です。一方で新型コロナによる受診控えが大きな影を落としていて、医師たちは危機感を募らせています。最近のこのコロナウイルスのことで病院に行くのが怖い、もしくは健康診断に行くのが怖いということで、皆さん健康診断をやらなくなってきています。また症状があっても病院に行かない人も非常に増えておりますけれども、まあ、私の感触でも、それから世界的なデータでも非常に進行がんの人が増えてきたというふうに言われています。ですので、がんはあくまで早期発見早期治療が重要ですから、必ず検診をしっかり受けていただいて、早く病院にかかるようにしていただきたいと思います。多くの医師から新型コロナによる受診控えの影響を心配する声が上がっています。がんの中でも特に膵臓がんは早期発見と早期治療が何よりも重要です。検診を受けるようにしてください。次回は膵臓がんの最新治療法についてです。いっちゃんメディコでした。